こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。アメリカ軍と自衛隊との共同演習はすでに恒例となって久しいが、ここにイギリスも加わり、日米英というかつての三大海軍国が集う演習が実施されたことをご存知だろうか。まず1回目が2018年12月に、2回目が翌2019年の3月に、いずれも日本の南側にあたる太平洋上を舞台に、複数の種類の艦艇や航空機、潜水艦が3国から参加して実施された。1回目は、海上自衛隊の護衛艦、出雲やイギリス海軍の、フリゲート艦、アーガイルや航空機が、アメリカ海軍の潜水艦を追尾する形での対潜哨戒訓練が行われた。2回目には、海上自衛隊からは、護衛艦、村雨と潜水艦や、P1 哨戒機。イギリス海軍はフリゲート艦、モントローズ。アメリカ海軍は P8A 哨戒機を参加させている。この2回目の布陣からは、海上自衛隊の潜水艦が仮想敵を務めたものと思われるが、参加した潜水艦の艦名が公表されていないあたりが、大異な緊張感を感じさせられる。折しも、2018年の9月には、時の防衛大臣が、南シナ海での訓練に、親潮型潜水艦、黒潮を、派遣していたことを公表し、さらに、15年以上前から、同様の訓練を行っていたと明かした。これら2回の非米英の合同演習や、黒潮の、南シナ海への派遣の公表が意味しているものとは、紛れもなく、中国海軍に対する抑止力の誇示に他ならないだろう。アメリカ海軍にせよ、海上自衛隊にせよ、秘匿性が最大の武器とされる潜水艦を敵と見立てたこの演習が、いかなる結果だったのかは、非公表だけに非常に気になる部分だろう。ことに静粛性という点では、世界でも指折りの性能だとされる。海上自衛隊の潜水艦が、米英の対潜哨戒網にいかに対処したのかは機密と分かっていながらも、興味が尽きない。さらに言えば、1回目の演習にも、海上自衛隊の何らかの潜水艦が、参加しており、アメリカの攻撃型原子力潜水艦との見えざる攻防を繰り広げたのではないかと想像してしまう。中国海軍は通常動力型はもちろん、原子力の攻撃型潜水艦も戦略型潜水艦も多数を就役させているが、尖閣諸島沖で海上自衛隊からの追尾を受けて浮上するという一幕もあった。これなども日本は、艦艇や航空機による哨戒行動はもちろん、領海内に張り巡らせたケーブル網で、例の潜水艦が母港を出港した、直後から探知されていたとも言われている。もはや単純な数の上では太刀打ちできない海上自衛隊が、膨張を続ける中国海軍に対して有しているのは、この潜水艦による防衛網だと言っても過言ではないだろう。世界一の戦力を誇るアメリカ海軍は、こうした攻撃型の原子力潜水艦もさることながら、波の一国の航空兵力にも相当する大型の原子力航空母艦を、12隻も保有している。70機から90機もの艦載機数を誇るこれらの大型原子力空母の攻撃力は桁違いだが、そのコストや使用、設備のノウハウなどを考慮すると、
保有可能な国は限られてくる。中国も遼寧に続き国産航空母艦の建造を推進しているが、カタパルトに代表される高度な技術的な問題からまだ実用化には時間を要するようだ。海上自衛隊では護衛艦いずも加賀の航空母艦化が決定したが、これは F-35B ステルス戦闘機の存在なくしては実現しなかったのではないかと思われる。F-35 はアメリカ製の第5世代戦闘機であり、通常の滑走路仕様の A 型、短距離離陸垂直着陸仕様の B 型、航空母艦のカタパルト対応の C 型の3種類がある。このうち日本では、A 型と B 型の導入が決定されており、ことに B 型は、およそ250メートルの距離があれば離陸可能なため、護衛艦いずも加賀の航空母艦化を促進させたと言えるだろう。F-35B ステルス戦闘機は、敵のレーダーに探知されないステルス性から、中国軍に押されつつある空域での日本の優位性を担保する存在だと注目されている。また、デメリットとしてステルス性を重視したゆえの航続距離の短さが挙げられるが、今回護衛艦いずも加賀に搭載とすることで、必要な海域に移動できることとなるだろう。先の海上自衛隊の潜水艦は海のステルス兵器。F-35B ステルス戦闘機は空のステルス兵器として、中国軍に対し、数量では劣る現状を覆す切り札的な兵器だ。もちろん不幸な墜落事故は発生したものの、先行して実戦配備中の F-35A ステルス戦闘機もこうした一連の新兵器の中で今後は中心を担うものとなっていくだろう。ただし、すでに一部では現在のステルス技術もそのうちに探知可能なレーダーが出現すると指摘されており、早くも第6世代戦闘機の無人化なども開発が始められている。相伴、軍事兵器の分野でも AI を搭載した無人兵器が登場してくるものと思われるが、幸いに電子技術で中国軍を西側が上回っている間にこちらの実用化にも期待したい。とにかく、この潜水艦は探知されにくい。中国が仮に合同訓練を監視していても、双竜型を見つけるのは難しいだろう。ひょっとすると、米国や英国ですら気づいていないだけで、そこにいたかもしれない。潜水艦がいるかもしれない海域に艦艇が進出するのは、自殺行為である。かもしれないと思わせるだけで、かなりの抑止力になる。1982年のフォークランド紛争の際、英原船コンカラーがアルゼンチン艦隊の巡洋艦一隻を撃沈した後、艦隊は大西洋に進出できなくなった。現代において、潜水艦は空母と並ぶ主力艦なのである。潜水艦の話が長くなってしまった。日米英合同訓練の話に戻すと、今後もこの組み合わせは強化が進むだろう。英国だけでなく、フランスやオーストラリアといった国々もそうだ。すでに、これらの国は、北朝鮮への経済封鎖監視任務のため太平洋に展開しており、その際必ずと言っていいほど、海上自衛隊と合同訓練を行い、また、日本寄港時には一般公開されることもある。
広報・友好親善もまた海軍の重要な任務だ。こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。東流王流潜水艦で一つのエンジンが削除された。今、潜水艦の歴史が変わった同時代を私たちは生きている。消えゆくスターリングエンジンに未来があるのか見ていきましょう。今後、各国が同じ潜水艦を建造してくると考えられます。海上自衛隊保有の双流型潜水艦、その中の最新型11番艦である王流y前の艦を、はるかかにしのぐ広大な行動範囲を実現したことよって、世界の耳目を集めることになりました。その理由の一つが、機械エンジンとして蓄電池にリチウムイオン電池を搭載したことです。この事実が王流に与えたメリットは非常に大きくて、海中潜航時の速度、距離、時間が飛躍的に向上することとなったのです。今までの双流型潜水艦では、通常の海上を航行する際にはディーゼルエンジン使用し、海中を航行するときには鉛電池とスターリングエンジンを併用する方法で活動していました。最新型王流波状機のうち、後者の鉛電池とスターリングエンジンを廃止し、代わりにリチウムイオン電池だけで海中航行時の駆動を行うという方法を採用したのです。以前の鉛電池砲磁器とは、潜水艦が兵器として登場して以来、実に約100年間、通常動力型潜水艦が水中を潜航する時の方法として使用されてきたものでした。つまり長年使用されてきたのですから、いざという時の修理やメンテナンスなどの方法も使いされていて、手間がかからない方式だったと思われます。しかし今回これを王流で初採用とした理由は一体なぜでしょう？王流が鉛電池とスターリングエンジン併用方式をリチウムイオン電池方式に改めた背景としては、リチウム電池の発火しやすさを抑える技術ができたということがあるそうです。リチウムイオン電池は鉛電池の約4倍以上の容量を持っていますから、単純計算では4倍かける2倍と考えられますから、以前の鉛電池の約8倍もの電池容量を実現できたと考えられるのです。ちなみに、スターリングエンジンを外した王流では、
元のスペースにリチウム電池を搭載したようですね。さて、リチウム電池によって電池容量が増加しました。このことが、巡洋艦戦略、ゲール・デ・クルースと呼ばれる。海軍戦略に対して、海自の潜水艦が作戦行動への対応できるようになりました。前述の通り、オウリュウは今までの潜水艦よりも長大な距離までの展開できる艦です。また、水中を潜航している時の移動スピードも速いので、同じ時間をかけても活動できる範囲が大きく広がることになりました。現在の海自の巡洋艦戦略の舞台は、中国を視野に入れた南シナ海と想定されますが、日本から遠く離れたこの海域で中国海軍の艦船を牽制できる能力が備わっていると言えましょう。これまでの潜水艦は、日本の5基地広島県からバシー海峡、台湾とフィリピンの間の海峡までの航行には約14日間かかっていましたが、オウリュウではその半分以下である 6.5 日で移動できると考えられています。それに加えて、連続して潜航する時のスピードや時間が向上した結果、これまでは敵艦への攻撃が待ち伏せ中心だったのですが、攻撃しながら南シナ海全域を移動できるようになりました。オウリュウの活動範囲が拡大したことによって、中国海軍艦艇の行動がかなり制限されるようになったようです。というのは、日本の潜水艦は南シナ海全域の広い範囲のどこに潜んでいるのかわからない。しかも行動範囲が広すぎるのですから、この哨戒活動により、中国海軍はいつ出現するかわからない潜水艦への対応に追われることになったというわけです。特に中国海軍が懸念しているのは、自国の戦略的核ミサイルを載せた原潜が日本の潜水艦によって撃沈されるという可能性が生まれたことと推測されています。戦略核ミサイルを搭載した原子力潜水艦は、中国が持つ世界に対する最大の切り札と言える存在と思われていますし、事実、その表現は過言ではないと思われます。そんな最重要な源泉、これを失うことは絶対避けなければならないことですし、それを脅かす存在である潜航性能が飛躍的に高まった、オウリュウがいる限り、中国は、対潜哨戒の回数を増やしたりな、どの対応策が必要になってきたのです。このように戦略核ミサイルを搭載した原子力潜水艦の行動を抑え込むという戦略は前例があります。実は冷戦時代、アメリカ海軍がオホーツク海でソ連海軍を相手に行っていたのです。アメリカ海軍が攻撃型原子力潜水艦を差し向けたのに対し、ソ連海軍は自分の戦略核ミサイル搭載原潜を撃沈されることを恐れたため対応できず、結果として太平洋への進出は大きく阻まれることとなりました。アメリカ海軍はこの成功例をもとに、南シナ海でも中国海軍相手に同様の戦略を実施しています。日本もアメリカに習ったのではないかと考えられますね。現在の潜水艦運用において最優先されるのは、艦の位置を敵に特定されずに作戦行動を行うという高い秘匿性です。
自分のいる場所が敵にバレてしまったら、こちらより先に攻撃されてしまいますから。そういう意味から考えても、オウリュウの行動が公に発表されることは、ほとんどないでしょう。公表されないだけで、中国海軍だけでなく諸外国艦艇との間には、様々な事案が発生していますが、この対応にも公になっている哨戒機や護衛艦だけではなく、実は潜水艦も任務に当たっていると推測されています。言うまでもなく、海上自衛隊の戦力には数に限りがあります。だからこそ、秘匿性の高い潜水艦の役割は非常に大きいのです。機械エンジンとしてリチウムイオン電池を採用したことは、その専門能力をアップさせる直結した進化と言えるでしょう。その一方、ハード面の進歩に比べると、ハードを動かす人間潜水艦搭乗員の確保が、年々難しくなっているということが現実問題として指摘されています。確かに、人材不足は、今年度の産業でも言われていることですが、公務員として給与面や福利厚生では恵まれているはずの、自衛隊員のなり手が少ないというのは喫緊の課題でもあると思われます。海上自衛隊の熟練度は、潜水艦搭乗員についても高水準にあるものの、長時間狭い密閉空間で過ごすことになる搭乗員たちには、精神的な部分、何よりもストレス耐性などの資質も問われるそうです。確かに、航空自衛隊のように大空を飛ぶ乗員と、閉鎖空間で海中に潜んで活動する海おのずと比べたら、後者の方がストレスが溜まりそうですよね。といった観点からも、他の艦艇に比べると、単純に、人員確保以上の難しさを抱えているのが、潜水艦の搭乗員の育成であると言えると思います。